2013年の冬に第1回が開催され、今年はついに11回目の開催となった福岡クリスマスマーケット。当初は博多駅前での開催でしたが、天神、中洲と年々規模が拡大しており、今年はクリスマスアドベントとして天神中央公園、貴賓館前広場、福岡大名ガーデンシティも新しく会場に加わって、よりにぎわいを見せています。お話を伺っていくのはクリスマスアドベント総合プロデューサーの株式会社佐伯ジャパン佐伯隆弘社長です。佐伯社長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今年で11年目となったこのクリスマスマーケット、今年はクリスマスアドベントとしてとてもにぎわってますけれども、はい、どうでしょう、まあ、今年の手応えというのはまず、まあ、そうですね、まあ、本当毎日多くのお客さんが、うんうん、多分毎年同じこと言ってると思いますけど、来ていただいて、はい、本当にありがたい限りでございます。そう、はい、ちょうど2年前にこのマックスワールドチャンネルにもご出演いただいたんですけれども、はい、まあ、その時はちょっとコロナの心配もまだあって、ちょっと これからもっともっとっていう感じだったんですけれども、そうですか。やっぱり規制が緩和されて、やっぱり私も行くにつれて人の多さとかにぎわいというのをすごく体で感じてます。今回、今年はクリスマスアドベントということで、はい、まあ、新しく会場が3箇所ありましたけど、ここまでの経緯って何かあったんですか？まあ、経緯、もともとですね、今回じゃあ回って楽しい冬の福岡を作ろうと、まあ、本当に博多とか天神のですね、会場が別々ではなくて、本当にこの街そのものが会場としてですね、まあ、テーマパークみたいな形でやっていきたいので、まあ、中央公園、貴賓館、まあ、そして大名とですね、まあ、やられたことは非常に大きなチャレンジだったし、まあ、やってよかったなと思ってます。はい、確かに博多から中洲とか天神から中洲、今まで歩いていたんですけど、はいはい、その中でもじゃあ天神の会場でお酒を飲んで、そこから、ね、中央公園でイルミネーションを見て貴賓館まで行ってって、なんかちょっと一つのルートが出来上がったような感じがしますよね。とてもにぎわっているんですが、どうでしょう、博多がパリをイメージして、天神がドイツのサンタクロース村をイメージしているというお話も以前されてましたけど、はいはいはい、それぞれ何かコンセプトとかあったりするんですか？そうですね、まあ、やっぱり例えば貴賓館だと、うん、まあ、市役所前は、ね、たくさんお客さんが基本的に来ていただいていると、で貴賓館はやっぱりちょっと場所も悪いので、極端なことをしようと、おもう極端なこと、すごかったですね、はい、かなり衝撃でした。だからサンタクロースが100体以上で、また今日増えるんですよ。おまたプラス90体ぐらい、本当は、ね、もっと来るんですけど、はいはいはい、まあ、なかなかですね、サンタクさんも時間にルーズで、ちゃんと時間通りやってこないと、やってこないと、はいはい、まあ、でもそれも一つの面白みですね。そう、はい、だからまあね、貴賓館はやっぱりそういうちょっと極端なことをすることで、うんうん、皆さんすごい写真をですね、はい、本当行けばもう写真撮ってる人多いですから、いっぱい撮りました。そうです。だからみんなね、そうやって写真を撮ってたくさん拡散していただくと、うんうん、まあ、わざわざ貴賓館に来ようかなと、うんうん、まあ、貴賓館に来ると市役所との間にある中央公園も、まあ、おのずと整っていくかなと。そうですね、まあ、中央公園はね、どちらかというと一周できるようになってますんで、うんうん、まあ、本当にね、回っていただいて、はい、まあ、ゆっくりのんびりですね、やっぱ市役所はね、すごいお客さん多いので、はい、逆に中央公園は本当のんびりと、うんうん、自分の時間が取れるというか、うん、まあ、ゆっくり楽しめるというような形ですかね。うんうん、確かに、なんかやっぱりそれぞれに雰囲気が違って、はいはい、なんか過ごせる感じも違って、まあ、それも気分だったり、はい、その一緒にいる人だったりで変わってきそうな感じがしますよね。はい、まあ、そんなね、クリスマスアドベントとして今年はね、大きく打ち出してるんですけど、このクリスマスアドベントに込められた思いというのは何かありますか？はい、名前としても、アドベントに込めた思いっていうのは、まあ、まあ、おかげさまでやっぱりクリスマスマーケットとしてはですね、うん、日本一の規模になりましたんで、はい、やっぱりナンバーワンではなくて、オンリーワンになっていきたいなという思いでですね、うん、まあ、クリスマスマーケット、まあ、10年前に始めた時は、ね、本当西日本であると神戸より西ではなかった、うんうんうん、でも今この10年経って、そうなんですね、まあ、当時はね、クリスマスマーケットやりたいっていうと、もうほとんど皆さん知らなかったんです、うんうんうん、クリスマスマーケットって何って、うん、もう今じゃもう小学生までそうですよ、してくれてますんで、うん、まあ、逆にね、高校生大学生とか当たり前、うん、行って当たり前みたいになってますんで、まあ、逆にですね、またその一歩先じゃないけども、またアドベントっていう、街の、まあ、これはまあ何を使っても想像でしかないんですけど、うんうん、楽しんでもらえたらいいなと思いますよね。
確かに。そしてこのクリスマスアドベント、ロゴもとっても素敵でしたけど、はい、これどんな意味があるんでしょう。赤がですね、愛情、うん、で黄色が希望、うん、で緑で平和と永遠とか、うん、本当に福岡に来るお客様ですね、うん、このクリスマスアドベントに来ていただける皆様が本当にこうね来たことによってですね、うん、幸せな気持ち、うん、愛で満たされて、でたくさんですね夢を見るとか希望というか、本当に夢を語っていただいて、そしてまたみんな来年2024年がですね、はい、素晴らしい年になればいいなと、まあ、そういう意味を込めて作らせていただきました、はい、もう本当にこう1年の締めくくりにすごくこう素敵なイベントだなと思うんですけど、はい、今年は結構いろんなコラボレーションイベントだったり、まあ、中でねいろんなイベントプロジェクトを行っていたりするんですけど、はいはい、まずは伊勢丹立川店の、はい、立川とそのコラボしたアートのイベント。そうですね、まあ、ちょっとご縁ありまして、うんうん、でもともとコロナの前にクリスマスアートフェアと、まあ、100人の作家による100人のクリスマスみたいなことをやってまして、うんうん、でちょっとコロナになってお休みしてって、まあ、ちょっと縁あるところで、うんまあ、ちょっと伊勢丹さんと、うん、話が盛り上がってですね、はい、で立川店の入って玄関前のところで、うんまあ、クリスマスアートフェアっていうのをですね、まあ、一緒にやらせていただいて、うん、大変好評で、うんまあ、それはあんまり福岡には関係ないんですけど、まあ、逆に伊勢丹立川店では、うん、福岡クリスマスアドベントかける伊勢丹みたいな形で、うんうんうんまあ、やらせていただいてますけどね。なんかこう福岡から、はい、こうどんどんいろんな地域にまたなんか広がっていきそうな感じもしますし ね、はいはい、そして、はい、九州産業大学の学生さんたちが、まあ、社会貢献ということで、産休プロジェクトというのを行っているということです。これってねさっき の伊勢丹とも一緒なんですけど、この九州産大も、まあ、今私が週1回九州産大授業をやってます、ねうん、その中でまあ、最後のゴール、この伊勢丹もそうなんですけどは12月25日に親のいない子どもたちにクリスマスプレゼントを届けようっていうプロジェクトなんですよね。だからこの伊勢丹も絵の売り上げの一部は立川市に寄付させていただきますし、逆にこの九産大と一緒にやってるプロジェクトは事業の中で社長とか部長を決めてですね、実際に事業としてこのクリスマスマーケットに出店して、そこでもお金を稼いで、その稼いだお金を12月25日に、まあ、あらかじめですね、その事業の中で社長とか部長とかいまして、それでその各部の、子ども部会みたいなところが各いろんな施設に電話をして、でそこで子どもたちに何か欲しいものをヒアリングして、ね、じゃあそれを買おうと、それを買うためにはいくら稼がなくちゃいけないと、いくら稼ぐためにはいくら売らなくちゃいけないみたいなのを授業でやってまして、でそれを1週間実際にお店を出して実践をするっていう番組なんですよね、うんはあ、だからそのサンタさん的なファンタジー要素もありつつ、はい、じゃあそこまで至るにはってい こうビジネス的な観点もありつつ、そうそうそう、ただ単に物を売るんではなくて、うん、今回ジビエとかですね、扱ってますけど、はいはい、まあ、そういう SDGs 的なちゃんとこう意味と意義あるものをしっかりと、ただ金儲けするんじゃなくて、うんうんうん、ちゃんとこう社会に貢献しながらしっかり利益も出していこうみたいな形でですね、事業を目指していただいて、まあ、すごく学生頑張っていただいて、どうですかその佐伯社長としてその学生さんたちご覧になって、いやなんか皆さんやっぱりね、大体全学年全学生対象 1,2 年生なんですよね。ほうで、まあ、30人限定の授業で、まあ、でもやっぱり、ね、皆さん原価率があるとかも、ね、知らないし、じゃどうやってじゃ売るにしても、ね、どっか仕入れもしていいか分かんないしとか、領収書どうするのみたいな、うんうん、まあ、当然ね18、19の時何も分からない、そうですよね、だから非常になんか、僕も楽しいし、うんうん、教えがいもあるし、皆さんやっぱり生き生きとね、うん、授業の枠を超えてやってくれてるんで、すごい感謝してます、ね、でもなんかそれをきっかけに、はい、じゃあその九産大の子が地元に帰った時に、うんうん、じゃあ会社を起こして同じことやりたいっていう未来ももしかしたらあるかもしれない、まあ、そうですね、はいはい、ね、素敵な取り組みですけれども、まあ、こうやって今年11年目クリスマスアドベントとして大変この福岡の夜が光の街としてすごくにぎわっているんですが、どうでしょう毎年6月から、ね、ぐらいから準備をされているとおっしゃってましたけど、はい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 、来年のクリスマスアドベントについてこうちょっと構想みたいなのもう浮かんでたりするんですか。まあ、来年は実際もう1年中やってますけど、はい、まあ、本当に今年始めた貴賓館中央公園大名をですね、うん、もっとこうやっぱり
いいものに変えていかなくちゃいけないなって、うんうんうん、やっぱりいきなりはですね、うん、僕たちも、ね、いや意外とこう考えはしますけど、うん、やるまで分かんない、やるといろんな人の流れとか、うん、人の過ごし方とか何を求めているのかと分かってきますので、うん、そのあたりはやっぱりですね、また来年はもうちょっとこうよりバージョンアップして、うん、もっともっと、うんうん、いやもう博多駅は、まあ、お店を増やすっていうことはできないんですけど、はい、本当美術館のように、うんうん、アートをもっといっぱいですね、壁面画とかどんどんやっぱりそういうこうクオリティを質を高めていきたいなと思ってますね、うんまあ、それは音楽とか、うんうん、文化的な要素をたくさん、ね、入れていきたいなと思ってますけど、ね、確かにそのアーティストの皆さんのステージとかもすごく映えますし、はい、目も引きますけど、なんかそういった方々の一つのこう大きなステップというか、その広く周知させる場にもやっぱりなってますよね、はいはい、うん、ぜひね、これからも素敵なイベント続けていただきたいんですけど、どうでしょう、佐伯社長の中で回って楽しい冬の福岡って、はい、今どれくらい達成されつつありますか。いやまだ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 、うんうん、まあ、一応ね光としてはね、はい、やっぱつながってなんとなくつながってますけど、うんうん、やっぱもっともっとやっぱり楽しいものにしていきたいし、まあ、逆にこうハードだけ、ね、イルミネーションやると、はい、でもそれだけではなくてやっぱりこう福岡の人皆さんがやっぱりこうサンタになるような、みんなやっぱ幸せになることで、ね、みんながこうサンタになっていただいて、うんうんうん、ね、サンタがたくさんいる街ってやっぱりとても幸せだと思うんですよね、町の人も、うん、本人も、うん、だから僕はこうハードを作っていきながらも、そういうやっぱりクリスマスにはこうみんなが、ね、サンタさんになって、うん、町中幸せにあふれるようなこうやっぱりなんかそういうなんか雰囲気も作っていきたいなと思いますけどね、うん、本当にこうハッピーの輪が広がるクリスマスになりそうですね、はい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 、それでは最後にですね、まあ、25日までの開催ということですので、はい、あともうちょっとあります、はい、ぜひクリスマスアドベント来られる方に一言メッセージをお願いします、はい、まあ、ぜひ、まあ、今年はですねまだまだ、完成ではないですけど、博多駅から駅前通り、そしてペナルシティ、そして、まあ、清流公園に向けていただいて、まあ、中洲一帯のイルミネーションから貴賓館、中央公園、市役所、そして、まあ、大丸、大名とですね、いろんな各所でやってますので、ぜひ回って楽しい冬の福岡、まあ、まだ序盤ですけど楽しんでいただければなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今後の展開も本当に楽しみです。この時間クリスマスアドベント総合プロデューサーの株式会社佐伯ジャパン佐伯貴博社長にお話を伺いました。社長どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。